はじめまして、こんにちは、JJ です。本日もよろしくお願いします。ということでね、ただいま4月17日のね、午前1時39分です。ちょっとね、仕事終わりに撮ってるんで、結構遅い時間になっちゃってて、あんまりね、おっきい声控えたいとこなんですけれども、今日はね、ガチャ回です。でね、ちょっとガチャ行く前に、このね、動画内で、あと一人でね、チャンネル登録者数60人になるって言ったんですけども、60人になりました。ありがとうございます。YouTube 始めてね、まだ3ヶ月経ってない、2ヶ月半くらいかな。2ヶ月半くらいなんですけども、コツコツとね、チャンネル登録者数伸ばせてます。これからもね、皆さんに面白い動画をね、届けれるよう頑張っていきますんでね、社畜のゲーム実況、JJ もね、頑張ってまいりますので、ぜひ皆さんも動画見にしてください。よろしくお願いします。ということでね、今日引いていくガチャはこちらのガチャです。はい、この2600万ダウンロード記念の10連福袋、これを引いていきます、今日は。これもね、昨日の動画見てくださればわかるんですけども、昨日ね、見事村上宗隆選手をね、ゲットできました。ありがとうございます。昨日ね、村上選手ゲットしてね、今ノリに乗ってる JJ なら、あの選手ゲットできるんじゃねえかと思って、今日はね、自チームジャイアンツにしてね、坂本勇人選手をね、狙っていきたいと思います。ちょっとね、今僕がね、リアタイで松井和夫選手をね、ショートで使ってるんですけども、スピリッツがね、3400なんでね、これからね、3700の先発陣がね、みんな揃ってくれば、だいぶスピリッツ負けしちゃって厳しくなるんで、ここいらでね、3700のね、強い選手、強いショートをね、ゲットしたいなと思って、10連福袋。しかもこの4回目ね、自チーム選手確定しますんで、ここでね、坂本選手ぶち抜きたいっすね。今の JJ ならやれる。よし！ということでね、もう早速いきますか。この1回目はね、S ダンク確定してないんですけども、150エナジーで回せるガチャです。ここもね、出したいな、S ランク。行きましょう。それでは、10連目、お願いします。さあ、いいよ、満月来てる、満月。はい、レッツゴー！白、白！よし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 、来た。来ましたよ、皆さん、S ランク。一発目から。来たな、これ。さあ、リリースはちょっと早めでしたけどね。足、青。さあ、打っていいよ。まあ。さあ、キラン来て。2枚目から、1枚目から、来た。おー、西浦選手。うわ、山田テスト選手かと思った。まあ、ありがとうございます。いいでしょう。さて、4枚目。6、7、8。もうないかな。はい、ありがとうございます。いやー、来ましたね。10連目から。やっぱ今流れ来てるな。ということでね、20連目。ここはね、S ランク選手確定してます。ここもね、できればね、2枚引きしたいですね。それでは20連目いきましょう。お願いします。さあ、満月は出てませんでしたね。さあ、レッツゴー。白。オッケー。さあ、ここレインボーまで行ってほしいな。ここレインボーまで。さあ、もう一個。オッケー、オッケー。いやー、いいっすね。やっぱこの、演出がね、いいだけでもテンション上がりますからね、本当に。いやー、もう今日はなんかすごい気持ちいい。嬉しいっすわ、もう。さあ、何枚目で来ますかね。S ランク。10枚目か。10枚目で来るんですけども、2枚引きするか。そこは気になるところですね。ちょっとね、僕の回線が弱いのかね、すんなり選手出てきてないんですけども、B ランクなんでいいでしょう。では10連目、最後、S ランク確定、お願いします。おー、谷本選手。谷本選手ね、ファイターズの TS だったら嬉しいなって感じですね。贅沢は言わないです。ありがとうございます。さあ、購入3回目。ここはね、S ランク確率2倍なんでね、ヒートアップスカートと一緒ですね。いやー、ここも出してね、全部 S ランク出すっていう、神回にしたいですね。それでは、いい流れで30年目、お願いします。さて、演出ないな。うわ、これ、やばい。ちょっとピンチです。神回ピンチです、これは。さあ、もう一個。レインボー。うわー、ちょっとやばいな、これ。これちょっとやばいっすね。いやー、出ないかな、これ。S ランクなさそうですわ、皆さん。流れ乗れずです。JJ 乗り遅れましたわ、流れに。さて、B ばっかりですね。さあ、10連目。田中選手、ありがとうございます。さあ、来ました。購入4回目のね、S ランク自チーム選手1人確定。ここでね、坂本選手をね、ぶち抜きたい。坂本選手、ぶち抜いてみせるぜ、ホトトギス。お願いします。おー、いいよ、流れ星。来てるよ。はい、絶好調いただきました。ありがとうございます。さて、2枚引きしてほしいところでも、リリース早いね。正直ちょっとリリース早いね。いいっすよ、坂本選手。はい、打って、オッケー。
まあ巨人はね、僕 S ランクまだ一人も持ってないんでね。あー、びっくり、1枚目が来ると思った。2枚目来ると思っちゃったよ。まあ坂本選手とは分かんないんですけれどもね、10連目最後に期待したいっすね。さあ来ました、10連目、運命の10連目です。さあ JJ の心臓の鼓動もね、早くなっておりますが、行きましょう、お願いします。高根選手、高根選手か。まあ高根選手ね、リアタイ強いんで、まあまあありでしょう。 OK です、ありがとうございます。いやちょっとね、今考えたんですけども、この S ラン契約書も引いちゃおうかなと思って、もう今日引きます。まあ今後ね、ポジション追加ね、ファーストとかセンターとかね、まあ僕欲しい選手いるんですけども、まあ数が多いんでね、契約書なんで、まあ数少ないうちにね、欲しい選手狙い撃ちしたいんでね、引いちゃいます。ということで、狙いは変わらず坂本選手です。ということでね、ちょっと所持選手1人減らしていきます。はい、ということでね、選手減らしてきました。 S ラン契約書引いてきます。狙いは坂本勇選手、ゲットなるかお願いします。さて、まあここのね、演出は正直ね、まあいいです。もう坂本選手出てくれればいいっすわ、僕は。あれ、これ今 S ラン契約書だよね、引いたよね。はい、 OK、 来た、どうぞ。うわー、福谷選手、まあでもリアタイ強いらしいんでね、ちょっとリアタイ動画撮ります。近日公開です、カミングスーン。いやー坂本選手欲しいな、ミキサーまで待つか。はい、ということでね、本日の動画は以上となります。まあ、おそらくね、来週21日かな、多分 TS 来ますんで、まあ、TS のためにね、コツコツちょっとね、エナジー貯めながらね、ガチャ引くためにね、節約もしながらね、JJ 頑張ってまいります。ということで、本日の動画良ければチャンネル登録高評価お願いいたします。まあ冒頭でね、60人チャンネル登録者数ね、行ったって言ったんですけども、とりあえずね、100人行ったら、まあプレゼント企画とか、なんかそういう企画やろうかなとか、ちょっとちらほら考えてるんでね、あと40人、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。でね、チャンネル登録保留っていう方もね、ぜひね、また次回も動画見に来てください。それだけはお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。